ウラノメトリアは、1603年に、ドイツのヨハン・バイエルによって出版された、星図書である。バイエル星図とも言う。ウラノメトリアの扉署名は、正式には、ヨーロノメートリア、オムニウム・アステリス・モラム・コンティネンズ・スキーマタ、ノバ・メソド・デリニエーテ、エレス・ラミニズ・エクスプレッサと言い,い、ウラノメトリア新しい方法で描かれ、同伴印刷されたすべての星座の図を集めたという、意味である。 ウラノメトリアヨーロノメトリアはギリシア語源のラテン語で天空を意味するウラのマイナスと測定を意味するメトラマイナスからなる。ウラのマイナスはギリシア神話に登場する天空神で巨神族のウラノスやムーサイの一柱ウラニアーに見えている。ウラのマイナスをジオマイナスに入れ替えると幾何学にあたるジオメトリーになる。ウラノメトリアは1603年に バイエルが制作した前提を包括した最初の星図書である。印刷者はクリストフ・マング。星座を含む星の描画並びに彫金はアレクサンダー・マイヤーが担当した。天の南極周辺のみを描いた天球儀や一枚ものの天球図は本書以前にも存在する。王道座標によっており星の配置は地上から見上げた状態である。図版は 全52王からなっている。うち一王は扉に収められた口絵なので、星図は51王になる。星図は、まず、プトレマイオスの48星座に一王ずつを当て、49番目には、プトレマイオスが知ることのできなかった天の南極周辺の新しい星座を一括して描いている。末尾の二王は、北半球と南半球の天球図である。 ウラノメトリアにはいくつかの画期的な特徴があり、広大まで多大な影響を及ぼした。バイエルは、製図上に、ギリシア文字やローマ文字による符号を添えて、対応するテクストと参照できるようにした。これは、広大の天文学者によって、構成の表示法として利用され、バイエル符号と呼ばれている。それまで、長らく、アルマゲストに収録されている、プトレマイオスの製氷の星座。 いわゆる、プトレマイオスの48星座が伝統的に使われてきた。ウラノメトリアには、プトレマイオスの星表には収録されていない点の南極付近の星々と星座が描かれている。その新しい星座のことを、バイエル星座という。バイエル星座は次の通り。また、これらバイエル星座と呼ばれるものの他にも、次のような新しい星座が見られる。バイエル星座は、 学術用語として、学術用語集天文学編の1994年版に収録されている。ところが、1980年代頃から英語圏では、これらの星座が、バイエルの設定ではないことから、カイザーとハウトマンの星座と呼ばれている。日本でも、1990年になって、金井光夫が、この表現を使っている。ただし、これらの星座の中には、 カイザーやハウトマンが後悔したことのない南米原産の大橋が含まれていたり南洋航海とは関係のない鶴や伝説上の幻獣であるフェニックスが見られることから設定者は別にいるのではないかとも考えられているオリオン座以上のような特徴を備えた画期的なウラノメトリアではあるがバイエルの独創ではなく出典元がいくつも見つかっているまず構成のデータは 主として、ティコの製表の完全版によっている。ティコの製表が交換されたのは、不完全版でさえ1602年のことであり、完全版は、1627年にようやく、ケプラーの、ルドルフ表に収録された。しかし、製表そのものは16世紀末に、同人種としてルフされており、プランシウスやホンデュス、ブラウラが天球儀を作成する際に依拠していた。また、 ティコの星氷に収録されていない南部は、プトレマイオスの星氷によって補っており、天の南極付近は、バイエルによれば、アメリゴベスプッチ、アンドレアス・コルサーリ、ペドロデメディナ、ペトルス・テオドルスの観測に基づいているされている。実際のデータはテオドルスによっているものと考えられている。星図長形式や星に参照符号を添えているのは、半世紀ほど前に、 イタリアのピッコロミニが出版した製図で用いている手法である。また、製材図の中にグロティウスのアラテア修正に挟まれたヤコブ・デフェインの製材図のコピーがいくつか見られる。ありがとうございます。